こんにちは。今回のデモでは、PyLab5 で新しく導入したドメインデータグリッドについてご紹介します。このデモは大きく2つのパートに分かれます。前半はドメインデータグリッドの構築方法を中心に見ていきます。後半では、実際に構築したドメインデータグリッドとロードバランサーの組み合わせ例をご紹介します。それではこちらをご覧ください。こちらが、デモ環境の構成です。このデモでは、Microsoft Azure 上に、6つの Linux VM インスタンスを用意して行います。まず、フロントエンドに2つの VM を作成し、それぞれ Payara サーバーと Payara マイクロを配置します。その後ろに内部ロードバランサーを介して、4つの VM を作成。で、それぞれに Payara マイクロを配置します。ユーザーからのリクエストをフロントエンドで処理をして、それを結果をバックエンドのマイクロサービスに渡す。そういったシナリオをイメージしていただけると分かりやすいかと思います。これだけのデモ環境を最初から作成するのは時間がかかりますので、今回ではデモ環境の構築が完了し、すべてのVM インスタンスが起動したところからスタートしたいと思います。それでは、前半のデモを始めましょう。前半では、フロントエンドの Payara サーバーと Payara マイクロを使って、Payara サーバーのデータグリッドに Payara マイクロを追加していく様子を、ご覧いただきたいと思います。まずこちらのPayara サーバーの管理コンソールをご覧ください。これはドメイン管理サーバーを起動した直後のデータグリッドの様子を表しています。この時点ではドメイン管理サーバーが唯一のメンバーになりますので、インスタンス一覧は1行のみ表示されています。それでは、Payara マイクロを起動して、データグリッドに参加させてみましょう。ここで、鍵となるのが Payara Micro 5で新しく追加された、クラスターモードというオプションです。これまでの Payara Micro はクラスターを構成する際にマルチキャスト通信を使用していました。ところが、クラウド環境ではマルチキャスト通信がサポートされていないか、あるいは仮にサポートされていたとしても、複雑な設定が必要となります。そこで、Payara 5では、従来のマルチキャスト通信に加えて、新たにユニキャスト通信もサポートし、クラウド環境で扱いやすいようにしました。Payara サーバーはデータグリッドを導入するにあたって、デフォルトでユニキャスト通信を推奨するように設定されています。一方、Payara Micro では広報互換性のため、デフォルトではマルチキャスト通信を使用します。Payara Micro でユニキャスト通信を使用するには、このクラスターモードオプションを使用します。このオプションのパラメータには、ユニキャスト通信でデータグリッドに参加することを示すドメインモード、それからドメイン管理サーバーのアドレス、
そして、ポート番号。これを設定します。なお、今回のデモ環境では、フロントエンドのパイラサーバーに、パブリック IP とプライベート IP の両方が設定されていますが、データグリッドを構成するのは、プライベート IP 側になりますので、そちらのアドレスを指定します。なお、ドメイン管理サーバーのポート番号は、デフォルトで4900番になっています。今回は HTTP ポートの重複を防ぐため、オートバインド HTTP オプションもつけました。それでは、パイラマイクロのインスタンスを、起動してみましょう。どうやらデータグリッドに参加できたようです。それでは、正しく参加できているかどうか、管理コンソールで確認してみましょう。インスタンスの一覧に、マイクロというインスタンスが追加され、全部で2行になっていることが、ご覧いただけるかと思います。それでは同じようにして、もう一つの VM でも、パイラマイクロを起動して、データグリッドに参加させてみましょう。手順は先ほどと全く同じです。2つ目のパイラマイクロも起動しました。それではもう一度管理コンソールを確認してみましょう。今度はインスタンス一覧が3行となり、うち2つがマイクロになっていることがお分かりいただけるかと思います。いかがでしょうか。これで、データグリッドの構築が完了しました。今回、パイラマイクロにオプションを一つ追加したほかは、デフォルトの設定を、変更してはいません。とても簡単です。データグリッドの構築は一つのホストからでも試すことができますので、ぜひお手持ちの PC でお試しください。ところで、管理コンソールは、データグリッドに参加しているパイラマイクロインスタンスに対して asadmin コマンドを発行することができます。今回は、デプロイコマンドを発
行してみましょう。現時点で、パラマイクロインスタンスにはアプリケーションがデプロイされていません。今回はあらかじめ、Ping Wo という、自身の IP アドレスを返すだけの簡単なアプリケーションを用意しました。これをデプロイしてアプリケーションが正しく動作するか確かめてみましょう。こちらのテキストボックスに発行する Ace Admin コマンドを入力し、ボタンをクリックします。しばらくお待ちください。これで2つのパヤラマイクロインスタンスに Ping アプリケーションがデプロイされました。それでは実際にデプロイされたか確かめてみましょう。これから2つのインスタンスにアクセスしますので、その結果をご覧ください。以上のように、管理コンソールからデータグリッドに参加しているパヤラマイクロのインスタンスを操作することができます。それでは後半のデモに移ります。後半では、フロントエンドからの HTTP アクセスを内部ロードバランサーを経由して4つのパヤラマイクロインスタンスに分散させる様子をご覧いただきたいと思います。ただし、内部ロードバランサーに対しては、外部の UI から動作を確認する方法がありません。そこで、フロントエンドの VM のコンソールから、直接カールコマンドで、ロードバランサーにアクセスし、そのレスポンスが分散先のインスタンスから返ってくることをもって確認としましょう。それでは、先ほどの構成図をもう一度ご覧ください。後半のデモでは、下段の4つのインスタンス、それと、その上にある、ロードバランサーの動きを見ていきます。まず、各インスタンスの IP アドレスの末尾が、6から9。で、ロードバランサーの IP アドレスの末尾が10になっていることを押さえておいてください。これをもって分散先のインスタンスを確認しようと思います。
ロードバランサーに対するアクセスは、先ほどのデモで使用したフロントエンドの VM の一方から行うものとします。それでは、クライアントから、カールコマンドで内部ロードバランサーにアクセスして、どのインスタンスから応答があるかを確かめてみましょう。確認のためのアプリケーションは4つのパヤラインスマイクロインスタンスにデプロイ済みとなっております。4つのパヤラマイクロはすでにクラスター構成が済んでいる状態となっています。それでは、カールの末尾10番ですので、ロードバランサーへのアクセスとなります。確認用のアプリとして Ping というものをデプロイしています。まず最初の、レスポンスが返ってきました。最初のレスポンスは、8番から返ってきています。それぞれのインスタンスに負荷分散されていることを確認するために、このアクセスを何度か繰り返します。次は7番から返ってきました。今度は6番から返ってきました。9番から返ってきました。以上で、ロードバランサーへのリクエストが、すべてのインスタンスに分散していることが分かりました。